東京ダイムドットエグゼホワイト、7番鈴木啓太、70番小松正弘、99番落合智也、98番藤高総一郎、対するレオビスタビビードットエグゼ34番吉田明、12番小野寺かける、6番高橋亮介、 TR 津川隆治、29番は津川です。熱いマッチアップですね。はい、はい、啓太選手と、そうですね、はい、カリエス、カリエス、桜井さんの、はい、熱い思いが出ちゃいますね。そうですね、はい、まあ、もうあの言葉を詰まらせてまったましたので、はい、胸熱マッチアップです、ね、本当にこの3人制のバスケット 3on3 のこのシーンを牽引してきた方々のマッチアップです。東京ダイムのこの大会にかける感じがすごく伝わってくるのが、はい、そうですね、はい、まあ、落合選手と藤高選手の出場ですね、はい、B リーグの試合を欠場してまで、はい、はい、こっちにエントリーしてますので、はい、ただお二人ともちょうど奈良と越谷で、はい、昨日試合してるんですよね。試合してるんですね、はい、昨日は敵で今日は仲間という。あ、そうですか、昨日奈良対越谷、はい、そうだったみたいです。なんと、はい、高橋おっと、オフェンスですね、今のは。ホワイトの東京ダイムドットエグゼ全員がこの 3x3 代表候補。経験があります。うわー、キャーイエス、カリアイズ来ました。藤坂選手のさっきのダンク、日本人でああいうダンクできる人なかなかいないですよね。はい、そうですね、ここでレオビスター29番の津川選手が入ります。この、ね、津川選手も去年まではみなかみタウンで、はい、アウトサイドシュートを武器に活躍されたプレイヤー、 3x3 の経験も豊富です。古いファンの皆さんにはね、開幕イヤー あの東京オーシャンズっていうね、東京オーシャンズ、ありましたね、はいはいはい、そのチームでもこの津川選手、こういう選手がまたこの 3x3 の舞台に帰ってくるのは嬉しいもんです。津川の7対4、ちょっと足りなかったですね、はい、落合
やはり2ポイント高橋エース、はい、カーリーエースが来た2本目の2。試合前ちょっと話したんですけど15点取るって言ってましたね1人で。15点ですか。はい、もう俺1人で頑張るぐらいの気持ちで言ってましたね。いいですね、はい、さあ11対9です。中央から津川、吉田、藤田が欄確認させてもらっております。現在スタッフがスコアを確認中です。得点は3箇所でチェックしておりますが若干のタイムラグから生まれているものもあるかと思いますので確認いたします。下がエンドワン、今のは藤高のスコアですね。東京ダイムに選手ファウル取られましたけど、はい、非常にいいプレッシャーかけてて良、はい、かったんですけどファウルになっちゃいましたね、はい、一旦ゲームを止めます。こちら現場のスコアと配信上のスコアが逆に表示されていたということでございます。大変失礼いたしました。我々もねちょっと若干混乱していたので、そうですね、はい、戻りましたので、スコアの方は3箇所で確認しておりまして、ちょうどこの逆に入っていたということですね。表示が逆にだったということです。計測はされております。改めて確認しますが、コート上
現在13対12。レオビスタ BB ドットエグゼがイエローです。こちら1点のリード。同点に追いついた。ダイムのディフェンスが非常に強いですね。はい。はい、ナイスパス。これで逆転。東京ダイム。東京ダイムはレオビスタの高橋選手にあまりボールを持たせたくないですね。散々前半戦シュート決められたので、はい、うん、ここを抑えに来てますね、はい、タイムアウト。タイムアウトはレオビスタ BB ドットエグゼ。ここで今大会のタイトルスポンサースーパースポーツゼビオ様よりお知らせです。スーパースポーツゼビオではクリスマスの贈り物にもぴったりなスポーツアイテムを多数取り揃えております。2021年もスポーツや笑顔でもっとワクワクする年になるようにスーパースポーツゼビオは応援いたします。店頭ではクリスマス限定ラッピングサービスも受け付けておりますので、1年に一度のクリスマス、スポーツ好きな方のへのプレゼント選びはぜひスーパースポーツデビューをご利用ください。詳細は YouTube 概要欄に掲載しておりますリンク先をご覧ください。小松のインサイド、ナイスプレーですね。15対13、イエローのレオビスター、今度は2点を追いかける展開。これはシュートに対するファウル。コマーズ内坂にリターン。イエス、2ポイント。レオビスの足がちょっと止まってきているので、はい、ここを頑張って動いてもらいたいですね、はいはい、タイムアウト。ここは TB タイムアウトです。スコア18対13。東京ダイムホワイトが5点のリードで残りは3分。ナイスブロック。逆サイドワイドオープン、津川2ポイント。これで2点差、失礼3点差。藤高カリエスが行く。ナイスパース。これで20点目。カリエス20対17。中に持ってきたやつはゴース。あと1点で KO。 小松が取った。鈴木啓太、中央、オーエンワン。これで21点の
ノックアウトスコア到達です。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ男子の部第8試合、東京ダイムドットエグゼ VS レオビスタ BB ドットエグゼ、ファイナルスコア21-17、ウィナーは東京ダイムドットエグゼ。なおスコアの件は大変失礼いたしました。現場では現場のスコアは間違いなく表示されておりましたので、ゲームの方は進んでおりましたことをお詫び申し上げます。まずは表示の件。